がいは冒険連隊の新兵ノラクロ二等兵であります。ノラクロは第五中隊の二等兵で、今日は掃除当番。お掃除に参りました。中隊長殿、中隊長殿。ほほう、小木屋のから覗いたところによるとお留守ですな。ははいないのか。いなければ無断で入ります。さあ、掃除だ掃除だ。新兵ってのはつれえな、朝から晩までな、働いてばかり。おや、バケツ、変なのバケツ、俺確かに持ってきたんだかな。バケツがないぞ。バケツバケツ、どうして俺は頭が悪いんだろう。何なってかい、忘れてきた。よし、隊長の、あそこにサーベルがあるから、一つ今日は中隊長になってやれ。そうだ、似合うかな。お、似合う似合う。おいは野良黒中隊長であるぞ。あ、野良黒大尉であるぞ。どうだ、サーベルをこうやって構えりゃ誰だって立派に見えるからな。うちの隊長だってこのサーベルがあるから立派に見えるんだ。どうだ、これでタバコでもこう吸えばな、グーとも言わせねえぞ。もらった。何だ、中隊長だ。なんだそれは、このサーベルは。ちょっと今掃除をしていたんであります。ラップが鳴っておりますから失礼いたします。遅れると遅刻になりますから。遅刻遅刻、駆け足駆け足。新兵ってのはつれえね、前朝から晩までガミガミ言われちゃな。あ、来たぞ。ああ、命令には絶対に服従をする。分かったか、手を挙げろ。はい、分かりました。右手、右。あ、こっちが右か。ああ、右と左と間違えたのか。あ、なんでお前が間違えたんだと。はい、進め。ブルダックのブル連隊長。はい、第五中隊長。あ、お呼びでありますか。そうじゃ、新兵の訓練は船が折れるじゃろう。ああ、何もわからん連中でありますからな。そうじゃろう、今度は演習に新兵も参加させる。しっかりいい訓練をさせておけよ。分かったか。あ、分かりました。どうするこれ。おい、こんな邪魔者がっちゃ前へ進めねえぞ。おい、ここで止まろうか。だって前へ進めって命令なんだから。ダメだ、どうしたってそれまっすぐ行かなきゃ。そうか、これまっすぐ行くとなりゃこれだな。あぶねえな、こんなところ俺渡ったとこ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あだらしのねえやつだな、お前。四つ足のくせに四つ足使わねえからそういうことになんだ。これが得意なんだ。おい、俺が先頭だぞ。あ、こりゃしまった。今度は手ごわいぞ。馬小屋だぞ。あそこはとても前へ進めないからもうやめようか。ダメだダメだよ、前へ進めって言われて命令に従わなくちゃ。お前先頭だからお前行け。そうか、よし、じゃあ駆け足でそこを突破してやれ。かわいそうにやられた。いさ、かわいそうにやないや、馬に蹴られて散々。さん、馬にかなわないぐらいのことは知っとけ。頭働かせ。わかったか。あ、わかりました。お前も演習に参加するんじゃ痛くないか。ん？痛みは大丈夫か。もう痛くありません。そうか。さて、いよいよ演習が始まりました。
黒い腹巻きの方が国軍、白い腹巻きの方が白軍、二手に分かれての演習。野良黒は白軍の方であります。ええ、疲れてきた。少し疲れちゃった。おい、しっかりしろ、こら、しっかりしろ。しっかりしろったら、お前が止まっちゃダメだ。いや、何をするか、そこで。ああ、これ以上もう、歩けません。もう、フラフラず、スタミナがなくなりました。何を10里や20里歩いたぐらいのこって。こういうだらしのねえやつは、じゃあもう置いてきぼりだ。はい、すめ。置いてきぼりとは情けない。黒い腹巻きの国軍の石膏が様子を見にやってまいりました。ああ水飲んだらすっかり元気が出たぞ。早くからこの水飲みやがったな。あ、いるいる。白軍のあれは落語したやつだ。あいつを捕虜にしてやろうかな。家にこう暗くなったら夕方だな。カラスが飛んできた。あ、汚ねえなんだもの。いい汚ねえ。やっせー。あ、なんだ敵か。これ、待て。あー、いけねえ。これハサミ打ちだ。さあ、かくまわしろ。弱ったな、こりゃ。捕まったかな。いやん。ロロロロ、いなくなっちゃったの。恐れをなして逃げたな、敵は。ざまあみろ。ほら、どこ行った？よっ、やめろ。そら。いや、とても相手が2匹じゃかなわねえから、もう逃げよ。2対1じゃ、とてもダメだ。待て。待て、こら。池取りにすることができたぞ。これで帰ればご褒美だな。ああ敵の石膏兵をな、2匹を捕まえたんだからな。ああ、屋根が飛んじゃった。涼しくなっちゃったな、ほら。おお、涼しい涼しい。ああ、助けてー、助けてくれ、誰か。いらっしゃい。いや、どうもありがとう、わし君。助けてくれって声が聞こえましたからね。君の背中がふわふわで気持ちいいな。はは、君はわし君だろう。君はわしだろうい。わしはわしです。あ、これは敵の戦車だな。おい、わし君、あの敵の戦車をな、生け捕りにしたいんだから、ちょっと知恵貸してくんないか。そうですか。じゃあ、落とし穴作りましょう。結構深い大きな穴を掘っといたな。この上なんかこうかぶせるものは今わし君が持ってきてくれるから、何かいいものを見つけて持ってくるといいな。おー、こだこだ。おい、それ声落としてくれ。おーっと、あー、先生、あなた隠れてなきゃダメですよ。戦車が知らずにあそこを通りは下へ落っこちるからな、穴の中へ。あー、来たぞ来たぞ。知らずに上を通って落ちる。ああ、落ちた落ちた。ほら、敵の戦車受け取った。何しようか。私は連隊長だ。あ、連隊長でありますか。連隊長を捕まえて何をする。バカめ。おお、間違えた。連隊長が。そうなんだ、連隊長だよ。何を笑ってるか。いや、こっちのことであります。